バイオハザード RE3 は2020年4月3日にカプコンから発売されたコンピュータゲームである。1999年に発売されたバイオハザード3ラストエスケープのリメイク版であると共に2019年に発売された前作バイオハザード r e にから続く RE シリーズ2作目となる。本作のキャンペーンモードは3のリメイクに相当しており、 物語の大筋は3と同じであるが主要人物のジルや特定の人物の行動や天末、ネメシスの武器や携帯変化後の用紙などは大幅に変更されている。本作にはキャンペーンモードとは別に前作 RE2 にはなかったインターネットでの対戦モードバイオハザードレジスタンスが実装されている。同モードはマスターマインド1人とサバイバー4人の戦いを 描いた非対称型対戦ゲームである。蒸気のように仕様が変更された一方、3に搭載されていたライブセレクションやザ・マーセナリーズ・オペレーション・マット・ジャッカルは削除されている。バイオハザード7レジデント・イービル、バイオハザード RE-2 に引き続き、国内での製品は、セロのレーティング区分が D に準拠した通常版、バイオハザード RE-3 と、 Z に準拠したバイオハザード RE3Z バージョンの2ラインナップで行うことが発表された。また、日本語音声も収録されることが決定した。前作 RE2 が好評だったことに加え、ファンから3のリメイクの要望が多数寄せられたことを受け、本作 RE3 の開発が決定した。RE2 は2人の主人公のシナリオが収録されている上、 クリア後に解放されるセカンドルートも存在するため、一人の主人公のシナリオしか収録されていない3をそのままリメイクすると RE2 から見劣りする可能性があった。そのため RE3 本編に相当する内容をキャンペーンモードとして開発し、オンライン対戦モードであるレジスタンスの開発を並行して進めることにした。これらの2モードは、 脱出をテーマにしている点では、共通している一方、双方の連動性はなく、カップコンと共同で開発した相手も異なる。キャンペーンモードの開発は、M2 が主観となって進められ、RE エンジンを開発した K2 に加え、ディレクターの坂田清彦美子をはじめとする3のスタッフも開発に参加した。キャンペーンモードのシナリオや設定は、 3の内容を踏襲しつつもアレンジが施された。RE2 ではゾンビの怖さに重きが置かれた一方、本作ではアクションに重きが置かれており、ゲームバランスの調整には時間がかかった。特に緊急回避の調整には時間をかけており、便利すぎるということで、緊急回避自体を廃止した方が良いのではないかという意見が出ることもあった。そのため、 緊急会避後のアクションを控えめにし、緊迫感を出す試みが行われた。同様の理由から、主人公であるジルの服装は激しい動きをしても、不自然さのないものに変更された。開発スタッフは、ジルのデザインを変更する際、ファンが抱く強い女性というイメージを崩さないように最新の注意を払った一方、サンデの衣装についても予約特典という形で用意した。また、 ジロー一人の女性として描き、彼女が置かれた危機器をプレイヤーが共感できるようにするという方針から卵を産みつけられるパラサイトという状態異常が追加された。主要人物の一人であるカルロスは3から大幅に用紙が変更された一方、性格については3のままである。ブラッドはオリジナル版。 バイオハザードにて STARS の仲間を置き去りにして逃げる場面があった一方、本作では仲間の生き残りを救うべく奔走する姿が描かれる。ジルたちを追い詰める生体兵器ネメシスは試作品という設定を反映し、奇妙な機械や高速服を身につけた異形の怪物としてデザインされ、スカラダがタイラントであることを示すために花が描かれた。本作は RE、 によりも広い場所を舞台としているため、ゾンビの動きはさらに俊敏であると設定された一方、動作を超える個体数が登場するため、防御値がそれよりも若干低く設定された。また、見た目で判断しやすくするため、ゾンビの種類ごとに異なるパラメーターが割り振られた。本作の舞台である、ラクーンシティの光景は、オリジナル版のイメージを尊重しつつも、 本来の街の姿を作ってから荒廃させていくという手法が取られた一方、最初から荒廃した光景が作られる場合もあった。本作のリードアーティストである佐々木光則は、リアリティとゲーム性のバランスを保つのに苦労したとファミ通での座談会の中で振り返っており、デザイナーがゲームとは無関係のところを作り込んだこともあったと振り返っている。 本作では入手できる弾薬に制限があることからナイフの耐久値は廃止された。マルチプレイに対応したオンラインの対戦ゲームの開発には専門性が求められることからレジスタンスの開発はネオバーズが担った。当初はキャンペーンモードに近いシステムで別のシナリオをプレイするという計画が立てられていたが繰り返し遊べるものにならず最終的にはネオバーズ側のアドバイスで マスターマインド一人とサバイバー四人の戦いを描いた非対称型対戦ゲームという形に落ち着いた。プロデューサーを務めたピーター・ファビアノはレジスタンスの内容をシリーズの生死に含めることは不可能だとしつつもシリーズゆかりのキャラクターが登場する内容にしたと述べている。もう一人のプロデューサーである川田正夫は同モードをお祭りゲームだと称している。 お祭りゲームとしての側面を示すものとして、サバイバーの先方の多様性が挙げられており、ファビアノは、サバイバーは一般人だから、全員が銃を撃つよりも、打撃でゾンビを倒す人がいる方が自然という、考えから、原作にはない接近戦を主体としたサバイバーを、取り入れたとメディアのインタビューで述べている。また、皆で楽しめるようにするという方針から、本モードは、 期待称型の対戦ゲームでありながらも、試合後には全員へ均等に、ボーナスポイントが入る仕組みが取られた。さらに、フレンド同士の八を調防止のため、ランダム以外のマッチングでは入手できるポイントを低く、抑えるなどの制限が設けられた。同様の理由から、マスターマインドの人選も、シリーズゆかりの人物を中心に選ばれた。マスターマインドの立ち位置は、 バイオハザード・リベレーションズ2に登場したアレックス・ウェスカーをモチーフとしており、彼女本人がマスター・マインドとして登場することは開発初期の段階から確定していた。また、オズウェル・イース・ペンサーもマッド・サイエンティストとしての描写が強かったことから開発初期の段階でマスター・マインド役で登場することが確定していた。これに対し、アネット・バーキンは初出である2においては マッドサイエンティストとして描写されていないものの、ジーコとウィリアム・バーキンとの組み合わせからマスターマインドとして選ばれた。ダニエル・ファブロンは本モードを初出とするキャラクターであり、マスターマインドの中では最後に作られた一方、情報が公開されたのは最初だった。本モードはマスターマインドがトラップカードを用いてサバイバーを陥れる仕組みとなっており、 それぞれのマスターマインドが持つトラップカードの効力は、マスターマインドとしての経験に関連づける形で割り振られた。例えば、アレックスはスペンサーに超愛されたという設定から上位に位置づけられている一方、研究畑の人間ではないダニエルは、マスターマインドたちの中では最も格下に位置づけられている。また、アネットは練習台という位置づけにあり、ゲーム内では、 最初から選択できることに加え、どのトラップカードもまんべんなく使えるようになっている。本作の PV はストーリーの背景として、ラクーンシティの状況を前面に出した内容となった。また、前作との関連性をわかりやすくするため、本作の PV には、前作の場面が表示された後に、日付が巻き戻される演出が施された。 この演出を提案したのは、カプコン CS 第一開発部統括の竹内順である。難易度は、前作、RE2 と同じく、簡単な順に、アシステッド、スタンダード、ハードコアの3つが用意されている。いずれの難易度も、オートセーブがある。各難易度の特徴は、以下の通り。前作までの難易度及びクリアランクに応じた。 隠し要素の解放システムは撤廃され、トロフィーを取得することでポイントを稼ぎ、そのポイントを消費して、隠し要素を解放する形となった。そのため、無限武器等の要素については、難易度関係なしに解放可能。上記3つの難易度のほか、一定の条件を満たすと、さらに難易度の高いナイトメアとインフェルノをプレイできるようになる。これらは、 シリーズ上級者向けの難易度と表示されている。なお今作では全難易度共通でショップ購入アイテムを使用した場合でもクリアライクエスを取得することが可能となっている。声は英語版、日本語版の順である。アレックスの実験を取り行うアンブレラ社の人間。サバイバーと直接対峙することはないが、監視カメラ越しにクリーチャーや罠を仕掛けて彼らの脱出を阻む。 アレックスの実験の被験者としてウイルスを投与された民間人たち。実験施設からの脱出を目指してマスターマインドが仕掛けた3つの試練に立ち向かう。RE2 と同様3から登場するクリーチャーが絞られている。クロー、ブレインサッカー、オークモ、スライディングワーム、グレーブリガーが未登場。その一方、三に登場しなかったリッカーが警察署のステージで 登場している。今作のサブウェポンは、前作、RE-2 のように敵から攻撃を受けた時の緊急回避に使用することはできない。他の武器と同様に装備し、十字キーで切り替えて使用する。以下の武器は、本編クリア後に解放されるショップにて、一定のポイントを支払うことで購入できる。ポイントはレコードを達成することで稼ぐ。本編をクリアすると、 ショップが開放される。ファミ通のゴジラ太田・オータは東京ゲームショー2019で出展された私有版レジスタンスのマスターマインドガーについて自由度が高くて遊びやすくサバイバー側を手のひらで転がす感覚が楽しめると評価している。オータはサバイバー側のプレイ感覚がバイオハザードアウトブレイクに似ていると述べ協力を前提としたプレイを楽しめると評価している。 また、ファミ六1 6 3 6号のクロスレビューでは、レビュアーの4人全員が9点をつけ合計40点満点中36点で、プラチナ電動入りを果たした。ワイヤードのイギリス版は、新型コロナウイルス感染症の流行の真っ最中に発売したことに対して、バイオハザード RE3 のようなパンデミック感の作品は、もう生まれないかもしれないと題した記事を掲載した。 人々が暴徒化するなどの描写は現実的ではないと評している。ありがとうございます。